アディスアベバジブチ鉄道は、エチオピア連邦民主共和国のセベタから首都、アディスアベバを経由し、ジブチ共和国の首都、ジブチ市を結ぶ、標準機の国際電化鉄道。中国の支援により建設が行われ、2016年10月5日から、暫定的な営業運転を開始した。エチオピアとジブチの間には、フランスの出資により1901年に、開通。 1917年に全通した狂気の国際鉄道であるジブチエチオピア鉄道が存在するが第二次世界大戦以降は道路輸送の発達に加えてオガデン戦争をはじめとする国内情勢さらに長年のメンテナンス不足により衰退が進行し2008年にはアディスアベバディレダワ間が廃止されるまでに至ったこの鉄道はエリトリアの分離独立によって 内陸国となったエチオピアにとって貿易の95%以上を占めるジブチ港とエチオピアを結ぶ重要な役割を持っていた。この事態を受けエチオピア政府とジブチ政府は欧州連合からの支援による残された路線の更新計画を打ち出し世界各国の企業と交渉を行うも2009年の時点でわずか 5km しか更新工事が行われない状態であった。 そんな中、エチオピアを一帯一路計画のモデル国家として位置づけ、投資を強めている中国の国営企業である中国中鉄と中国鉄拳は2011年にエチオピア政府との間で新たに標準機の電化鉄道を建設する契約を交わした。エチオピア政府側も与党であるエチオピア人民革命民主戦線の 連立政権による主導の下で交通網などを整備し2025年までに中所得国になる計画を掲げており、その一環として輸送力増強のための鉄道建設は急務であった。中国中鉄及び中国鉄建の子会社である中国土木工程集団有限講師の2社による主導により2012年4月から計画が始まり、設計や資材、駅舎、 車両などすべての要素は中国国鉄と同じ規格を採用したほか、接客についても中国国鉄を基にした指導が行われた。建設費用である40億米ドルについては70%を中国の輸出入銀行が賄った。総延長 759km の線路の建設は2014年5月から2015年6月の間に行われたが、 同年から2016年にかけてエルニーニョの影響でエチオピア国内で大規模な干ばつが起きた際にはこの開業前の線路を利用してディーゼル機関車牽引の貨物列車を走らせ9万トンの食料を輸送したそして2016年10月5日にまずエチオピア側の路線を用いた暫定的な営業運転が始まり翌2017年1月からは ジブチ側の路線でも同様の運転が開始された。全区間を用いた本格的な旅客、貨物列車の営業運転開始は2018年1月1日からである。2017年の全区間暫定開業以降、中国中鉄と中国土木工程集団有限公司は共同で2023年までの6年間、エチオピアジブチ鉄道の運営権を所得し、 その後現地企業に運営権が移行して、以降も2025年まで技術支援を続ける6プラス2形式と呼ばれる運営形式を採用している。その受け皿となるエチオピアジブチ両政府が出資するエチオピアジブチ標準機鉄道輸送 SC は2017年に設立されている。経路は旧来のジブチエチオピア鉄道に並行しているが、 多くの区間は高速運転が可能な設計になっており、駅舎についても都市の郊外に作られた。全区間の高低差は2500メートルにも及び、アワッシュ川をまたぐ全長135メートルの橋梁を含め、全路線の3%が橋梁、もしくは高架線で建設されている一方トンネルは存在しない。また、エチオピア国内のセベタアダマ間の113キロメートルは、 複線区間となっている。営業最高速度は旅客列車が時速1 2 0トル貨物列車が時速8 0トルである。開業時に導入された車両は電気機関車35両、ディーゼル機関車6両、客車30両、貨車1100両である。カブス電力機車が中国国鉄向けに製造する和解 1C 型電気機関車をもにした車両が 導入され、重連運転を行う貨物用にはアーフ型、短期で客車を牽引する、旅客用には ERP 型の形式名が付けられている。そのうち ERP 型は車内に600、ボルト独立電源を搭載し、ソケットを介して連結する客車に電力を供給することができる。大連機車車両が中国国鉄向けに製造する、入れ替え、 小運転用の東風 10DD 型ディーゼル機関車が導入される。長春機動客車が製造した中国国鉄でも運用されている 25G 型客車と同型客車が運用についている。全30両のうち20両が高座車、4両が高伏せ車、4両が南伏せ車、2両が3車で最高速度は時速 120km である。有害者、無害者、 冷蔵車、タンク車、ホッパ車、二段積みの車運車、コンテナ輸送用の長物車などが導入されている。2016年の暫定開業の時点で、インフラ整備や保守について十分な検討がされておらず、延長計画に関する中国の融資も滞っていることから、アディスアベバジブチ鉄道の持続可能性は低いという懸念が中国国内で存在していた。 営業開始後も電力不足により利用率が計画よりも低くエチオピア側による建設費用の40億米ドルの返済期限を延長する措置が取られる事態となっており中国側も国有企業の中国輸出信用保険講師1 0億米ドルの損失が発生しているありがとうございます